どっちですかみたいな。どれも結構いいと思います。何となります。Thank you.
いただいた方の名前を覚えてらっしゃるでしょうか。1期生の
ポリプルイル担当ユポンヌこと春風優香です。よろしくお願いします。はい、一期生の赤色担当の心です。よろしくお願いします。イエーイ。そして、はい、最後にどうぞ。5期生、桃色担当のレイです。今日が最後なの、1年生なんですけど今日が最後なんで、皆さん、あんまりもう会う機会ないと思うんですけど、まあ、どっかで会うかもしれないんですけど今日は覚えて帰ってください。よろしくお願いします。レイちゃん、レイちゃんね、はい、今日はね、瀬取り盛りだくさんでたくさん踊っていきたいので早速次の曲いきたいと思います。はい、大丈夫です。別に押したのないんで。Thank you.
ございます。MC 苦手組苦手組が受けされたんですけど頑張ります。突然なんですけど、この衣装めっちゃ可愛くないですか？可愛い、可愛いですよね。可愛い、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 可愛い。あ、忘れてた。はい、この衣装ですね。実は手作りなんですよ。おお、そうなんですよ。知ってた？知ってましたか？そう。レイタムが、そう。レイタムね、裁縫上手とレイタムかすみちゃん、みなちゃんが協力して衣装係として頑張ってくれて、ね、かわいい衣装が完成したんですけど、しました。衣装もかわいいっていうの。そうなんですよ、はい、ありがとう。めっちゃナンパするじゃん。そうですね。でもこの衣装は何の衣装ですか？これは夏予選の衣装です。夏予選と、そうなんですよね。私たち普段アイドルコピーダンスユニットとしてこういう学祭、歌唱祭、学文祭だったりオーキャンだったり出させていただいてるんですけど、あとアイドルイベントとかお祭りとかにも出させていただいてるんですけど、メインの活動が私たち大会というものがありまして、はい、学生ダンサーユニドルっていう大きな学生団体、女子大生が、はい、所属しているんですけど、毎年年に2回大会出場させていただきまして、去年の夏と今年の夏の結果は、春菜さん結果はなんと九州予選1位を取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。夏は優勝できたんですけど、まあ、冬だね。冬にちょっと弱い、夏に強いキャンバスって言われてるんですけど、でも今年は何としてでもキャンバスが勝ちたいよね。冬から今みんなも Q3 大に勝ってほしいよね。やれ。いつも来てくれるオタクのみんなどうですか？Q3 大生どうですか？そうなんですよ。だからね、もしよろしければなんですけど、まあ、いつも来てくれるオタクの人にはチケットを買っていただいて、学生さんにはチケット買ってまでは言えないけど、ね、なんかいっぱい応援してほしいです。今日撮った写真とか SNS にアップしたり、なんかアイドル好きな友達にこういうグループいるよっていうことを少しでも広めてほしいと思います。はい、はい、そう、この後、そう、私たち予選優勝したんですけど、それで東京である新木場コースト知ってますか？知ってますか？東京にあるんですけど、そこの大きなステージで決勝戦をやらせてもらって、そう、今からこの決勝の曲をやるんですよ。そう、楽しみよ。そう、楽しみよ。そう、衣装もその決勝用の衣装があるんで、それもまた楽しみです。楽しみにしててください。あれですね、もし学生さんでチケット買ってくれたら、皆さんのお店に伺おうかな。なんかおすすめでよく、あ、買いました。あ、ライフセービングさんの揚げだこ買いました。あと他におすすめだよって人いませんか？お餅食べましょう。お餅おいしそう。あ、手作りかな。え、おいしそう。カリナさんは食べたいものは、食べたいもの、え、でもタピオカ飲みたいです。あ、タピオカ、ラクロスさんのタピオカめっちゃ美味しかった。どこある？そう、宣伝店で。ソーシャルのタピオカ出してるんだよ。あ、そう、ソーシャルのタピオカめっちゃオシャレ。なんかね、ほんと映える、インスタ映え。絶対飲んでみてください。去年飲んだんだけど。そうなんですよ。みんなで買いに行こう。あ、買いに行こう。あと、息子の話はしなくていいですか？いや、恥ずかしいです。もう知ってる方もいると思うんですけど、この早瀬美穂さんが2日前に行われたミス Q3大コンテストに出場して、なんと準グランプリを獲得しました。申し訳ございません。ねえ、みよちゃん、はい、ラブ様の時さ、準グランプリおめでとうってみんなで言ったんだ。聞こえた？え、聞こえた？え、打ち合わせしたの？みんなで動画で確認して。そう、だから思いだったね。え、聞こえなく、めっちゃ、え、動画で見た。見る、ありがとう。ありがとうございました。出るよ。じゃあ失礼します。目にさ、汗が入りすぎて、っていうかね、本当ね、バ
り言いたい。ここで本当は決勝の話するって言ってたけど、あいつ何も知りたくせやけど、ね、言われてしまった。何話しゃべることなくなった。どうする。あ、さっきなんか出店の話しとったけど。あ、そうなんです。それで見ようかな。私が所属するソーシャルデザイン学科ではなんか おしゃんなグッズだったり、あの芸術学部なんで自分たちで作った雑貨とか、あとタピオカも売ってるらしいんで、オタクタピオカ好きだろ。いいだろ。インスタ映え、インスタ映え。え、女の子は好きやな。好きやね。あー、かわいい。愛してる。だからオタクはタピオカ買いましょう。タクロスじゃなくてソーシャルから買ってください。よろしくお願いします。後輩が出してるんで、で先輩としていい顔させてください。で私は、うん、あ、昨日来てくれた人は知ってると思うんですけど、ストリートダンス同好会的なやつ、チキンっていうサークルに入ってるんですけど、そのサークルで頃の後輩の 1,2 年生が唐揚げとかチュロスとかジュース売ってるらしいので、一緒に行きましょう後で。あ、そうね、一緒に行こうよ。一緒に行こう、一緒に行こう、一緒に行こう。覚えたけんね、今日来とるやつ。みんな覚えたよ。顔見たらすぐ分かる。まあね、この5人はね、え、やばい。この5人はね、あの、加入順で言ったら、上の5人なんですよ。だから加入順ババアって言われる。加入順ババアなんですよ。だからちょっとね、フレッシュさは多分さっきの MC より全然ないと思うんですけど、こういうグダグダ MC で毎回、頑張る。やっていく。ありがとう。そんなことないよ。あ、マジ、ココロちゃんよーって聞こえた。なんでそれ、ココロがばあちゃんみたいな。ココロちゃんよーって聞こえた。なんでなんで。あ、うん、一番古いえ、違う、でも一番古、でも微妙だ。一応こっちが一番最初の創設メンバーで、うちらはねちょっとだけ若いね、で2番目に入った3人、大会初期の大会のメンバー、ね、最初のイベントは出てない、出てない、ね、さっきだから、ね、はい、どうですか。でもキャンバスできて実はもう2年半ぐらい経つんですよ、実は。で、うちら 1,2 年生だったのにもう今 3,4 年生になっちゃって、初めて立った時に1年生やったよ。ちょうど2年ぐらい入って、ちょうど2年ぐらい、うちらはちょうど入って2年ぐらい。ほんまやん。そう、時の流れ、大学って時の流れめっちゃ早くない？確かに、行った時10代だったのに、ね、あ、それ20代になっちゃった。私18だった。私誕生日生きてなかったから18だった。やばくね、18歳やったのが。20歳、二十歳になるとやっぱなんか体にちょっと徐々に問題が来て、めちゃくちゃ風邪ひきやすくなるし。え、そんなことないんだけど。嘘。え、めっちゃ風邪ひきやすくならなかった？20歳超えて。ずっと風邪ひきやすいよ。あ、まあ、それはある。あんたはあるね。あ、そうね、うん。じゃ、キャンバスとしての宣伝も一応持ってきたので、告知させてください。やん、内緒だよ。まあ、先ほどの MC で、あの、私たちユニドルっていう大会に出てるっていうことを話したと思うんですけど、今年も冬大会が開催されて、一応12月上旬に開催ってとこまで告知されてます。日付はね言えないんですけど、まだあの上の方に止められてて言えないんですけども、ぜひ、ね、もう日程解禁次第、そうですね、すぐチケット受付即日に開始するんで、あの、準備お願いします。毎日ツイッター更新してください。暇な時にシュッ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 って。よろしくお願いします。はい、もう一個、大会じゃなくてイベントなんですけど、2週間後1月17日土曜日にウェルエポック美容専門学校でサウンドインハンド6周年イベントがあって、そこにキャンバスも出演させていただきます。はい、ありがとうございます。で、メンバーまだ、ね、まだ発表してない、発表してない、発表してないね。そう、時間もまだ会計が出てないからわかんないんですけど、お昼過ぎかな。会場が12時半。そうだよね。早いか。お昼から。結構いっぱいグループで。思われる。マイクオフにしちゃってた。で、予約は公式の DM で受け付けてるんで、予約特典あります。まだ決まってないけど、決まってないけど、予約してください。お願いします。揃いました、隊長。じゃあ、ポジションにつきましょう。
愛はいつも君の中で、愛はいつも君の中で、愛はいつも君の中で光る。まっすぐに生きるのってとても難しい。誘惑や臆病が君に囁く。好きなのってなんだろう、したいのってなんだろう、大切にすべきことさえ見失うのかい。
上私たちキャンバスでした。